助けられる。昔ここの修繕工事を請け負ったことがあるんだ。その時どうしても4階が1部屋少なかったんだよね。オーナーにそのことを問い合わせたんだけど連絡がつかなかったんだよ。後から聞いた話だと、そのオーナーそのまま行方不明になったらしいんだ。なんか気持ち悪い話だろ。問題のフロアは4階だったな。なんでこんなところ入ってるんだろう。戦うしかねえな。行け。おかしなところがないか調べてみようぜ。妖怪？ぬ
り壁か。こいつが部屋を隠していたのか。部屋の中はどうなってる？塗り壁に閉じ込められちまったんだな。まあ、こいつは閉じ込められて本望だったみたいだけどな。絵の中の女の人に恋をしてたんだろうね。塗り壁っていう妖怪の仕業だったよ。オーナーの行方不明もそれが原因だった。妖怪の仕業？それじゃあ俺にはわからないわけだけど、いろいろ謎が解けてよかったよ。
行けそうだ。
こを通ったはずだ。向こうか。また痕跡が消えた。このまま進むぞ。何かあるはずだ。マジか。なんとかなったか。懐かしいね、これ。魂たちよ、肉体を捨てよ。私のもとに集え。これって…
の待ち時間が一番辛いな。悪かったね。なんだ？地下鉄の中を歩いたのは初めてだよ。俺は仕事で何度かあるぜ。国の番犬ってやつか。そっちじゃないな、化け物退治の方だよ。また妙な現象が。歓迎されてんだと思え。もう少しおとなしい歓迎がありがたいよ。
地下にこんなところがあったんだな。誰も気づかなかったのか。ああ、この東京で誰にも知られず地下でうごめいていたんだ。化け物そのものだな。ここにあいつがいるのか。だといいがな。待て。何か感じねえか。警備員ってわけか。あいつが近い証拠だ。絞り上げて吐かせる。何の音？化け物がわめいてるだろ。今だ！引き抜け！の三回忌だよ。お父さんの時だって一度も会いに行ってないじゃない。またそうやって逃げるの？逃げてるだけじゃ何も変わらない。違う、
僕はただ違うんだ。戻ったのか。KK、引き剥がされた。じゃあなんで僕は生きて。消えてる。全部力も経験もどうすればいい。マリをどう探せば。そこなら KK の力がないから正面突破は難しいな。